私は。通さないよ。人質が少なくなったけど、代わりに四季の律者の力を手に入れた。物々交換と考えれば損はしてないよ。視野が干渉を受けてます。おお、なるほど、これが意識の力。落ち着いてください、ブローニャさん。まだ奴らは力を自在に扱えないはずです。これは目くらましに過ぎません。もし四季の律者の力に断りの律者の力を加えたらどうなるのかな。そんなにここを通りたいなら目を閉じたまま戦ってみたら。少し厄介ですね。ブローニャさん、意識の中で方向を定めた後、それを知るべにキアナを目指して動けば大丈夫です。動けば大丈夫？簡単に言うけど、二つの律者の力を持つ私たちを前に、あなたたちは。一体、何が？人形が、ゆっくりと倒れていく。赤い雷光、メイ姉様。メイさんが？聞いたようね。あなた、何をしたの？別に、力勝負であなたたちに勝っただけよ。なんだって。あら、私から逃げなければならないことを理解していたのに、その理由が分かっていなかったの？トカゲのしっぽ切り。どうやら自分たちの弱点を全く理解していないようね。雷の律者の力、どうして、どうして、どうして奪えない？どうしてか知りたい？簡単よ。あなたたちが弱すぎるから。くそ、くそ、くそ！あなたたちの支配は所詮強引に奪っているだけに過ぎない。でも、あなたたちより強い力の持ち主が相手だと、ダメージを負うだけでなく、支配の力自体も乱れてしまうよね。覚悟はいい？今のはただのお試し。あなたたちの支配と私の征服、どちらがより強いか。ここからが本番よ。メイ先輩、メイ先輩、もう戦わなくていいよ。連れてってあげる。セイ・フレイヤに戻ろう。みんな待ってるよ。一緒に過去に戻ろう。今度はもう二度と離れ離れにならないから。過去に戻る必要はない。そして、
彼女にもそんな必要はないわ。私たちのおもちゃが。所詮は盗んだ力、その程度ってわけね。なんだよ、力を使い切ってそっちだって弱ってるじゃないか。そんな姿でどうやって戦うんだ。今のあなたならすぐに劇場から追い出せるよ。そしたらもう二度と入ってで来れない。楽しみにしてて、あなたたちの仲間を皆殺しにしてあげるから。何を笑って。あなたにはわからないだろうけど、私にはわかる。キアナちゃんたちは何があってもあなたには負けないわ。